はい、皆さんこんにちは。本日はね、ガストに来ております。気になったのがこれですよ。ガストの夏、これすごいね。夏っぽいメニューはね、すごいいっぱいあって彩り鮮やかですね。でね、今回ね、一番気になったのはこれです。冷やし豆乳担々うどん。ひんやりピリ辛担々うどんを豆乳でクリーミー&マイルドに仕上げました。これ美味しそうでしょ。これいただいてみます。はい、というわけでやってまいりました。冷やし豆乳担々うどん。これいい匂いしてる。ピリ辛ひき肉の横に角切りのトマト、そしてレタスで、こっちはプリプリのエビが並んでおります。見た目はあれですよね、あの本当に夏って感じ。冷やし中華よりもなんか爽やかな感じしてるのはこのトマトもあるけど、うどんの白さかな。見た目がすごい綺麗。あ、いい感じにピリ辛な匂いが漂っておりますけども、楽しみなのはこっちだよな。豆乳との相性。よし、じゃあ早速いただいてみます。はい、じゃあ、はい、いただきます。まずはこのちょっとどうしようかな、ひき肉をちょいちょいちょっと乗っけてうどんいただいてみようかな。うどんからいただいてみます。あのですね、うどんが予想と違って結構歯ごたえあります。さぬきうどん的な歯ごたえですね。で、これのねピリ辛具合は割と控えめ。じゃあね、次はねエビいってみようかな。エビが食べたくてしょうがない。エビがいい感じ、ブリンブリンだーん。うん、うまっ。エビうまいね。エビ、エビが美味しい。トマト、トマトをね、ちょっとこれちょっと豆乳つけまして、こちらいただいてみようかな。美味しい。やっぱね、夏っつったらトマトっすよ。今もトマトって一年中あるんですけども、個人的にやっぱりこう夏のトマトって味濃いから大好きですね。じゃあここらでちょっとこうぐるっと回していっちゃいますか。ちょっと失礼して、もうぐるっと回しますよ。見た目がちょっと悪いになるけど、もうねシャッフルシャッフル全部。あ、すごい。どうですか、豆乳が絡んですごいいい感じ。いただきますよ。いいね、いい感じ。いただきます。美味しい。あのね、担々麺としてこのピリ辛感で、あのひき肉のうまみで、ここにねトマト、そしてエビのプリプリ感が混ざって、そしてねこれうどんにコシがあるの正解ですよ。柔らかい方はね食べやすいかもしれないですけども、うどんにコシがあるからなんていうのかな、すごいこう歯ごたえが生きててね、すごい、それがなんだろう、コントラストうまく醸し出してるって、言葉が、うまい言葉が見つからない。シャキシャキレタスがまたいい感じだよな。これもちょっと豆乳つけていただこう。好んで、もうなんかラー油のすごいいい香りがしますよ。これいってみよっかな。すごいラー油のすごいいい香りですよ。もうしっかり混ぜていただいてます。
ラー油大正解。あのかけすぎると辛くなっちゃうんですけども、これそうだね、半分ぐらい食べてからこうラー油入れるとね、このピリ辛感がうまーく増強されて、この豆乳との相性がねいいので、いやーうまいけどね、すんごいさっぱりしております。これ豆乳いいですね。なんかね、混ぜた時に色がすごい綺麗、なんだろう、あのラー油入れてもね、色がね中和されて、こんな感じですっごいクリーミー。どうですか、美味しいですよ。こちらですね、あのピリ辛って歌ってますけども、そんなに辛くない、豆乳は入ってるからかなりマイルドに抑え込まれておりますので、辛いのは苦手だけども、ちょっとねピリ辛が欲しいという方にはこれちょうどいいんじゃなかろうかと思います。ラー油結構入れたんですけども、豆乳といい感じにマッチングしてますね。いやーさっぱりです。コクがあるんだけど本当にさっぱり。はい、というわけでいただきました。うどんはね冷やしなので最後まで喉越しツルツル、そして歯ごたえしっかりしてるので、またこう豆乳とまたこうピリ辛との相性がいい感じで、結構味がなんだろう、旨味がギュギュッと詰まってるんですけども爽やか、なんかこう喉越しと旨味と辛さと滑らかさ、そしてさっぱり、なんかすごい贅沢な一皿でございました。はい、というわけでごちそうさまでした。